どうも大将です。今回はあのゲームをやろうかなと。マックピクセル、まあ、過去にも一回このゲームは動画でやったことがあるんだけど、まあ、前回はストーリーモードをクリアして終わったんだよね確か。でも実はまだ他にも結構要素があって、まあ、エクストラとかフリー DLC、 エンドレスモード、まあ、この3つが残ってて、ここのエクストラモード、これをやりたいんだけど、このエクストラはストーリーモードの、ステージを全部完璧にクリアしないと挑戦できないと。うん、まあ、というわけで今回はまずストーリーモードで、過去に一度やったとこに戻って、クリアできてない部分をやろうかなと。いや久々だね、久々。左上のやつが、まあ、金色になってないと、まあ、まだやり残しがあるってことなんだけど、まあ全部のステージやり残しあるね。じゃあチャプター1からいこうか。比較的簡単なんだっけ最初の方は。今見てもすげえ理不尽だなこれ。じゃあ本当に1の1からやっていこう。よっしゃー、久々だからさ、ちょっと覚えてるかな感覚。結構理不尽だよね確か。まあいいや、いいでしょう。やり残しが3つあるね。じゃあこの3つをクリアしたい。病院的な場所か。あ、お腹の中に爆弾があるんだ。これを斧で切り裂く。ダメか。この女の人が黒幕だ、バカ野郎。ダメだー。爆弾がここにあるね。これをまず蹴る。また振り出しだ。まあこのゲーム、クリアできるまでずっとループし続けるんだよね。この人まず調べよう普通に。あ、あ、やった、お腹叩いて摘出できた。割とシンプル。あれ、でもクリアになってないな。わかんないよこれ。どうすればいいんだろう。この人違うか。窓の外、窓の外に斧投げる。違うか、カーテン。なんかやった、どうした、切り裂いた。まあそうだよな。あれ、え、クリアになった。え、カーテンが爆弾だったの、わかんないな。骨を女の人に渡そう。えい、あ、飛び込んだ女の人が。あー、ダメかー。はい、どう。マジでわからん。あれ、クリアになった。クリアになった。いやーもうね最高。じゃあもう逃げよう、こっから。えい、あ、おじいちゃんが落ちた。ダメかー、これさ。え、はい、これで 100% クリアになったね。じゃあこの調子でちょっとやっていくか。よし、ということで、チャプター1の、3つのステージ全部 100% にしてきて、これでまあエクストラに行けるんだけど、その前に、ここ、この窓、ここも一応ステージになってるっぽくて、まあ多分この3つをクリアしたら入れるようになるんだと思うんだけど、ちょっと押してみるわ。よいしょ。あ、やっぱいけた。スペシャルラウンドだって。来た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 。すごいすごい。初めて見るぞ。あー、でも結構ボリューミーだね。へえ、大型というか豪華客船っていうの？なんかタイタニックみたいのしてる。これ何？釣り竿か。これでおじちゃんを引っ掛ける。あー、なんか服がもげた。あ、デススター。いいね。旬なやつだよね、これ。いや、やっぱ戦うでしょう。ブイーン。あれ？これ何？エイリアン？エイリアンかな？なんかエイリアンっぽいよね。人参あげよう。ベジタブル。うわー、吐き出された。なんかウエスタンな感じか。指輪をこの中へ。違う、指輪をこの爆弾にくっつけちゃおう。プロポーズした。このロボに。あー、壊れちゃった。あ、爆弾こいつか。人参を実は、ここら辺に捨てられる。捨てらんないな。人参をこの人に食べさせる。えい、来た、倒した。うわー、ダメか。じゃあこれをここのなんか何、引っ掛ける場所があるからここに乗せてみようか。よいしょ。はい、あー、なんか釣れた、おじちゃん。今度はこれを、左側の人に。えい、うわー、自分で食べた。えー、
あー倒した。パンツピンク色だったけど、これ完璧じゃない？え、これシルバーなの？嘘。ここにいたってもうやれることないよね。直接触る。えい、ダメか。あ、戦ってる戦ってる。倒して、うわー落とされた。まああれでもこれで爆発しなかったな。あ、シルバーになった。ここ普通に触ってみようか。ここの、わあ、あ落ちた。あ、捕まってる。頑張れ頑張れ。あ、軌道を変えたんだ。すごすご、そんなパワー持ってたんだ。ここら辺なんか人取り去っちゃったから、じゃあ直接このターミネーターに。あー弱い。シルバークリアだ。あ、黄色だ、黄色、黄色になった、やった。ああいうさ、触っただけでクリアできるっていう罠があるんだよね。それが怖い。あ、なんかこの太陽怪しいな。太陽にプロポーズとかできんじゃね。ほらめっちゃ日焼けたけど、普通に触ってみよう太陽を。えい、あ、電気だった。あ、爆発しない。やったー、シルバークリア、やったー。まあこれで、とりあえずは OK なんだね。まあ 100% クリアではないけど、これで OK と。まあどうせならここも 100% にしたいよね。ここは女の人を普通に触ろう。どう？ダメかー。あ、黄色だもう基準が分かんないよね。うん、なんかいい方向に持ってけばいいってわけじゃなくて、もうそれを見つけるか見つけないかの話だよね。じゃあ普通にダース・ベイダーに触る。うわー、え、なんでなんでそっちが持ち上がったの今これは黄色だ。あ、ボーナス来た、ボーナス。この意味わかんないボーナス、これほんと意味わかんないよね。猫持って、持ち替えまくるな猫を。当たりを探してんのか。だとしたらでもいけそうだな。これあれ全部触ったけど、投げる。え、何これ、何がクリア、何がクリアのやつこれ。えいやーもう全然ボーナスじゃないじゃん。じゃあエイリアンのとこ、ここも普通にこっちの人を触ろう。うわ、殴られた、いて、爆発するかー、金色だいやほんとさ、あんま考えちゃダメだね。うん、あんま考えるとほんと苦労する。じゃあ直接触ろうこのおじさんに。あ、ヒゲ取れた。ダメか、ダメなのかもわかんないけどさ。あ、これはダメだったなさすがに。じゃあ普通に触ってみるシリーズね。とりあえず普通に触る一度。ドア、うわー、うわー、なんか魔法、魔法、これハリーポッターか。あ、ホラーじゃねえよこれ、ハリーポッターだ。全然気づかなかった今。うん、今魔法の杖でこうやってたので気づいたわ。じゃあこのドリンクを今のやつにかける。えい、あー、ロケットになった。これいいんじゃない。ダメかいダメか。じゃあドリンクを、飲ませる。あ、爆弾になった。今度これ変身するんだね、ぶつけると。あ、黄色だ、やったー。これで、チャプター1は、全部、埋まったね 100% に。よっしゃー、これでじゃあ、まあ、とりあえず確認しにだけ行くか。こうやって戻ってエクストラ、この状態でエクストラに行くと、おそらくはプレイできるんじゃないかなと。どうだ、来たー、クリエイトモード。どういうこと、クリエイトモードって。まあいいや、これは次回ちょっと触ってみるか。まあこんな感じで、今までクリアできなかった場所をちょっとまたやっていこうかなと。うん、ちなみに、これだけじゃなくてフリー DLC ってとこがあって、このフリー DLC モードを選ぶと、なんとね、こんなにもいっぱい新しいステージがあるんだよね。まあここら辺まで全部やれるかは分かんないけど、まあなんかクリスマスステージっぽいのもあったりするから、まあちょっとやっていきたいよね。
続く。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。画面に映っているリンゴ、バナナ、イチゴ、オレンジ、ライオン、俺をクリックしてくれ。スマートフォンの人は下にあるチャンネル登録ボタンか説明欄にある URL から登録をしてくれ。